1925年、現在の淀の地に創設された京都競馬場。歴史を積み重ね、幾多の名勝負を生み、後世に語り継がれる名馬が誕生した京都競馬場は、2023年4月22日、新たな一歩を踏み出します。2025年に開設100周年を迎える京都競馬場。その記念行事の一環として、スタンド改築、馬場改修、厩舎改築を含めた施設全体の整備が行われました。スタンドは6階建て。以前のグランドスワンは7階建てでしたが、高さは34メートルのまま変わらず、各階の天井が高くなり、ゆとりや開放感を感じられます。新スタンドはゴールサイド。ビッグスワンはステーションサイドと呼び名が変わります。ゴールサイドの座席は間隔を広く取り、快適でゆったりと過ごすことができます。長年親しまれた円形パドックは、より見やすさを追求した楕円形パドックへ改築。2階には360度パドックを取り囲むパドックリングを新設し、より多くの来場者が出走馬を間近で見られるようになりました。このほか京阪淀駅方面からの玄関口、ステーションゲートは変わりませんが、新山ゲートはパドックの移設に合わせて改築し、三冠ゲートと名称を変えます。旧ビッグスワンに展示していた歴代三冠馬の馬像は、パドックの線路側に新設される遊歩道へ、三冠馬メモリアルロードとして整備されました。スワンが象徴的だったゴール板は、芝コース、ダートコースともに競馬場のコース形状をかたどったデザインになりました。パドックの中央にあり、京都競馬場の象徴だったモチの木。老朽化のため移植が叶いませんでしたが、幹の一部を使って時計へと生まれ変わりました。ゴールサイドの2階で京都競馬場の新たな歴史を刻んでいきます。2年半の工事期間を経てグランドオープンを迎える京都競馬場は、競馬の魅力を幅広く体験できる舞台へ生まれ変わりました。開設100周年へ向けて、新たな一歩を踏み出します。